立浪監督、ドラゴンズにいた選手にこの2日間はやられてしまった。シーソーゲームになりながら梅津が6回のところでやられてしまった。藤島もきつい場面で言ってもらってるので、やられる分にはしょうがない。やはり日本ハムの勢いは昨日くらいから出てきたし、得点圏での球の持ち方とか意識っていうものはうちのチームがもっと参考にしないといけない。球を長く呼び込んで打ててことがああいう結果につながっている。ドラゴンズにいた選手に本当にこの2日間はやられてしまったけど、いいところはちゃんと見習って明日からやっていきたい。解説者かな、他人事にしか聞こえんよ。郡司や山本やアリエルを放出したやつが先般ってことやね。誰なんだろうね。監督も放出してみよう、有能になるかも。お前が追い出したんやろ。自分に見る目がなかったくらいって反省してみろよ。言うても立浪さんはだんだん良くなってきてるからね。去年の立浪さんなら今頃再開やろ。監督が何考えてるか全部わかってる解説者って最強やろ。アリエル、郡司、阿部兄弟を追い出して得点力はこいつらがおった時より大きく落ちて、チームは他球団の戦力外だらけになってるという恐怖。放出した選手たちは頭が良くてでリーダーシップがあって努力家だから立浪さんは嫌いだよね。球界屈指のピッチャー陣がいてこれだからな。 AI に采配任せた方がマシ。3年契約だとしてもその集大成の3年目に戦力外集めるってチーム作り失敗しましたってことよな。自分が作ったチームより戦力外の方がマシだって判断なんだし。ご視聴ありがとうございました。